投資はあなたの住む家から。皆さんこんにちは、カリフォルニア不動産エージェントの三代西牟田です。いかがお過ごしでしょうか。本日はですね、サーモスタットの、アップグレードについてですねご紹介していきたいと思います。今ですね、多くのですね、ニュービルダーは新しいシステムを導入しております。でその中で一番今流行っている内容というのはやはりスマートホームですね。 Amazon の Alexa、 Google の Google ホームなどをですね、使用した、とても便利になっている状況ですね。ですので今回、アップグレードをするにあたってですね、この Google ホームなどにですね、対応できるようなサーモスタットをインストレーションしてみたいなと思いまして、本日は Nest を、インストールしてみたいと思います。これはですね、案件ではありません。ただですね、Nest が可愛くてですね使いやすいようですので、これをインストールしていきたいと思います。はい、Nest を開けていきたいと思います。非常に可愛らしいパッケージとなっておりまして、じゃーん、こんな感じで中に入っているんですけれども、カバーを取りまして、これがですねフェイスですね。その下にですね、パッケージを開けてみると、インストラクションの、フォームがパッケージが入っておりまして、その、下の、パネル、それから釘と、スクールドライバーですねが入っております。で、ここでですね気をつけていただきたいのはですね、ブレーカーを先に、シャットオフにしてから、取り扱っていただきたいんですけれども、古い方のサーモスタットをとりあえず開けてみてですね、ワイヤーがですねあるところに注意していただきたいんですけれども、各ワイヤーはですね、アルファベットが書いてありますので、このシートですね、これを利用してアルファベットが間違いないように、忘れてしまわないように、アルファベットをこのテープでつけていきます。で、分からなくなってしまっては困りますので、この時点でですね写真を撮っておくのも良い手だと思われます。で、ご覧いただきますようにですね、各ワイヤーにですね、見にくいかもしれませんが、一応レターが振ってありますので、それを確認しながら、外しながら、あのテープをつけていくことにします。で、取り外したらですね、新しいユニットをつけてですね、この、パネルにはですね同じくアルファベットが振り込んでありますので、その同じアルファベットですね、そのレターのところに同じレターのワイヤーを差し込んでいくという、作業をいたします。これはですね非常に簡単な作業なんですけれども、ワイヤーがですね短いためにですね、少しやりにくい作業ですけれども簡単です。あっという間にできてしまう作業ですね。こんな感じですね。で、これが終わるとですね、最後にカバーですね、これを上からかぶせるだけですね。クリックサウンドがすれば出来上がりです。
クールにする？ファイヤーはね、うん、YWCR OK YWCR 違います